橋本ホビーへようこそ。今回はね、これということで、何のこっちゃわかんないと思うんですけれども、お香をね、炊いた状態になっています。で、お香をね、炊いたら次にね、炊くまでにまあお片付けしなきゃいけないよね。なので、それをね、やっていこうかなと思います。まずは燃え残りがありますね。燃え残りがあるので、燃え残りを燃やしていこうと思います。ライターでね、炙って燃やしちゃってもいいんですけど、結構風でね、吹き飛んでいっちゃうので、お線香をね、こうくっつけるというか近づけてね、燃やしていこうと思います。うん、ついたね。つかないな。一応ついたかな。ちょっと黙々になっちゃいますが、数箇所ね、まとめてつけちゃおうかなと思います。時短のためにね、ちょっと灰が、ついたかな。で、先ほどね、ちらっと映ったと思うんですけど、自分はね、このように残りをね、残しています。うん、まだ火がついてるので、火がね、完全に消えるまで、というか火が消えても冷ましたいので、これからね、しばらく放置しようかなと思います。いい香り。まあ灰を捨てるところはね、別に燃えるようなものに捨てないので、いいんですけれども、まあ一応ね。そしたら火が消えてね、10分ぐらい経ったので、掃除をねしていこうかなと思います。で、今回準備したのはこんな感じ。空き瓶ね、まあ空き瓶というか瓶を買ってきたんだけれども、燃えないものだったら何でもいいと思います。灰をね入れる何かをね準備しておくといいと思います。で、少しね、灰がこの燃えた部分っていうのが固まってるんで、一緒にね、この香炉灰ごと捨てちゃいますね。で、灰のね、少し焦げちゃってるとこがあるので、これもね、取っちゃおうかなと思います。で、まあ OK かな。なんでね、こうやって灰を取り除くのかっていう話なんですけど、以前ね、灰を買ったっていうね、動画を上げた時に話をしたんですけれども、このね、香炉灰というのは珪藻土を燃やしたセラミックで、本当の灰ではありません。そしてこの香炉灰の特徴として、軽かったりとか、灰が舞いにくかったりとか、そういった特徴があるので、灰がね、混ざっちゃうことで、そういったね、メリットっていうのが薄くなってきてしまうので、まあ、取り除くっていうのがまず1点。そしてもう一つはこの香炉灰、白いですよね。燃やしたね、灰も混ぜてしまうと、このように色がね、
違いますよね。灰色になってると思いますが、どん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 ね、色が黒くなってしまうよというのが一点。じゃあ別にね、灰が混ざっちゃってもいいよっていう人は混ぜちゃっていいのかっていうと、もう一つデメリットがありまして、匂いがね、どうしても灰に移っちゃうっていうところがあります。今回ね、灰を掘ってみて、かなりね、香炉灰のところも固まって取れたと思うんですけれども、やっぱりね、ヤニなのかな、樹脂なのかな、わかんないですけれども、結構灰の方にね、移ってしまいます。その時にやっぱり香りがついちゃったりだとかっていうのがあるので、まあ毎回ね、同じお香しか炊かないんだよっていう人にはそこまでデメリットではないかもしれないんですけれども、いろんなね、お香を炊きたいという場合には、せっかくね、例えばなんだろうな、人工を炊いたとしましょう。人工を炊いたのに白檀の香りが混ざっちゃうよとか、まあ逆でもそうですね、白檀の香りが嗅ぎたかったのに人工の香りが混ざっちゃうよとか、そういったことがあるので、こういったね、灰というのは取り除いていきます。で、ここまで来たらね、このまま置いといてもいいんですけれども、まあ次回のためにね、まあ、灰の準備っていうのをしておくのもいいかなと思います。で、少しはね、やっぱり茶色い部分とか混ざってたと思うんですけれども、ここでね、しっかりとほぐして混ぜてあげるとわからなくなります。で、ここでしっかりと灰の底まで崩すのは、なんか湿気だったかな、なんか灰がね、固まるんだよ、そういうのを防ぐためにね、しっかりとほぐしてあげます。まあまあ、そこまでね、ピッカピカではないですが、これぐらいでいいかな。で、こうしておけばね、まあ次回ほぐ、時間が経ったらね、もう一回ほぐして灰を慣らしてあげればいいですし、すぐだったらね、このまままたね、型を置いてお香をね、乗せてあげればいいので、まあ楽かなと思います。で、灰を取ったままでもいいんですけれど、風でね、舞っちゃったりするといけないので、まあこれぐらいね、固めておけば風でね、飛びにくくはなるかなと思います。で、ボウルの縁もきれいにしてかぶせて OK ということでね、今回は香炉のね、掃除っていうのをね、してみたんですけれども、先ほどね、理由は言ったんですけれども、そういったね、理由で燃えかすとかはね、別にしてきれいにね、鳴らしてあげるという形になります。なので、少しずつね、灰が減ってきますので、灰がね、減ってきたら足してあげるという形になります。で、別にね、その辺気にならないよっていう方は、普通のね、草木灰とかそういったものを使って燃えかすもね、一緒に混ぜてしまってもらっても構いません。まあやり方はね、それぞれなので何でもいいんですけれども、まあ一般的にね、香炉灰を使ってやる場合というのは、このようにね、除去してきれいに整えるという形になります。お線香とかの場合だとね、そんなに毎回毎回掃除せずに、まあ月に1回とか年に1回とかまとめてね、掃除することが多いかなと思うんですけれども、まあこういったものの場合はね、1回1回掃除するという形になります。ということでね、今回はこれぐらいにして終わりにしようかなと思います。この動画参考になったとか、面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンのね、3点していただけるととっても嬉しいです。 Twitter、インスタもね、始めてますので、気軽にね、声をかけてくれると嬉しいです。本日はこれまで。また次回の動画でお会いしましょう。